前からやってきたのがモンコン・カレック。構えを高くして左中段の蹴り、それに対して右の下段蹴り、連打を放っていくのが毛利直樹です。館長、この2人の戦い、実力者同士、非常に楽しみですよね。そうですね。まずモンコン・カレック、いやもう序盤からこれは激しく先制をなそうとしています。これはサックモンコンと言いましてね、はい、ムエタイの五冠王の選手ですね。そのムエタイの試合自体をしているということですね。いや今ね空手に転向いたしまして、はい、完全にもう、はい、流派をこちらにしているということですか、はい、2007年極真連合世界大会の準優勝もあります。やはりその一つムエタイ仕込みというところの蹴りは見てみたいですよね。そうですね、やはりうまく距離を取ってますね。はは、だから左ミドルをしっかりと蹴り込んでいってますね。霊体といえば左ミドル、そして膝があります。ここも足を払っていく。さあ毛利の方は2007年の白蓮会館全日本大会優勝、そして極真会館全日本大会でも準優勝。館長、他流派嵐なんていうニックネームもありますよね。そう、毛利選手も強い選手なんですけど、もうサックモンコンは、はい、相手の前をうまく外したんですね。はい、はい、ここも今そうなんでしょうね。もう自分の距離を取ってですね、はい、まず離れたところからステップして入っていく。ここも下がりながらの蹴り、でもコントロールしていく左の蹴り、ほぼノーモーションからあります。これに対して崩れました。毛利に対してのアドバイスがあるとしたら何でしょう。やはりやっぱり自分のリズムを崩さないことですね、はい、ここで試合終了ということは、ややモンコン・カレックのペースだった。そうですね、はい、面白いですね。判定、さあ判定の発表です。引き分け1、2、赤1、2、3。うん、お聞きの通り他流派嵐と言われる毛利直樹を下してモンコン・カレック勝利を挙げています。判定3対0。